今日のテーマは LGBT、啓発事業ということで、君は一人じゃないから、人は一人じゃなければ、一般に経験されるというね、今の場合に全部は57歳なんですということで、性別も2012年の7月に変更している、これは法的に認められているものですから、言っている条件を出せば、今は性別を、多くの女の子、ここに関することができるのよと、これで書いていただきたいことがあるんですね。そして、いろいろな時間とかで、ね、ご家族と話してもらえればいいと思うんですが、それだけは、性別適正障害というところで苦しんでいる人たちがいるんですよ。これは子供もいますよね。今、テレビで盛んに活躍されてますので、マスコットのローブですよね。で、この方たちは一体どんな人種なんですかと、いうことを、後ほどお伝えしますが、そんなの分かる場合はという人もいるかもしれませんが、後ほど整理してお話ししたいと思います。では、1人はですね、3つの性別が大きく分けてあるんですね。で、一番上に あるのは体の性別。これはお母さんの体から生まれたときに、おちんちんがついているものですから、肺腺というジャンルに入り、右側のあさこさんの方は、女の子しか恋愛感情を叶えないというふうになります。ではですね、写真の部分に入っています。で、性別障害に当事者があるのか、私も学生生活ということでお話しますが、私はさっき言った通り、保育園の時には女の子たちが学校しましょう、あなたは性同一性障害をいつから学しましたかと質問をしたところ、小学校に入院する前に僕は女の子だと思っていますと、そういうふうになるで、実際に私の人としては、これはもう個人社会のものですね。あれこれどうしたって自分の心の性別で仕事をあるので自力にしているというのを、これは年齢という法律になっていますし、この法律ができることによって順番なんですけど、淀川区はお役所の中にね、 LGBT の当事者を支援する場所を作った、お役所の中に LGBT の人が交流できる、広くスペースを作った、そんなことがあって、長岡春の公園のお話は終わりになります。僕はですね、体は女性で生まれてきて、春さんに紹介していただいたんですけど、心が男性として、今も体は女性のままで、僕は13人に1人、この中にも会場の中にいるんじゃないかなということで、本当に身近に感じてもらえたら嬉しいなということで、この曲を作りました。そして、世界にはもっといろんな人がいるんだよということを、伝えます。LGBT で、言うと B のバイセクシュアル、男性も女性も好きになる、子なんですけれども、なんですけれども、体の性別は女性で生まれている。目開いてる人見えますからね。
それではみんなで